おはようございますえ。ご案内の時刻となりましたので、ただいまから市長定例記者会見を始めます。本日は発表事項といたしまして、振り踊りのユネスコ無形文化遺産認定書の伝達について、市長から発表いたします。それでは市長お願いいたします。はい、えー。昨年11月に、えー、本市の国指定重要無形民族文化財である長井の大仏 大念仏券売を含む「風流踊」りがユネスコ向け文化遺産に登録され令和5年7月10日に文部科学省において認定書が伝達されました大変喜ばしいことであり盛岡の民族芸能の価値が改めて世界に認められたものと強く実感しております いただいた認定書は8月1日本日から視聴者本庁舎1階のエレベーターホールに展示しておりますので市民の皆様には来庁した際にぜひご覧いただきたいと思います本誌は民族芸能の宝庫であります長いの大念仏券売をはじめとする数多くの民族芸能が 各地で脈々と受け継がれており、今後その魅力に触れる機会を順次予定しております。長井の大念仏券売については、8月11日に踊り手が一堂に会する、傘揃えが15年ぶりに長井地区の庭元に会する、 でで行われるとということでありますその他の民族芸能については8月の27日に盛岡市青少年郷土芸能フェスティバルをホットライン魚町で開催し神楽や獅子踊りなど7団体の出演を予定しております多くの民族芸能を街中で見ることができる貴重な機会でございますので 多くの皆様にそれぞれの芸能が醸し出す豊かさや迫力を味わっていただきたいと思います。発表につきましては以上でございます。はい、えー。ただいまの市長の発表に関連いたしまして質問等ございましたらお願いいたします。なお、えー、質問の際にはえっ、ー、と机に備え付けのマイクの方 ご使用いただきたいと思います。えっ、ー、と手前にありますボタンを押していただきますと、このようにあの緑色のおとランプが点きますので、えー、会社名とお名前をお話しいただいて、えー、ご発言いただくようお願いいたします。えまた発言後は、えー、その都度おスイッチの方を切りいただきますようお願いいたします。えそれでは質問のある方は挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。 はい、それでは内容でございますので以上で発表事項を終了いたします次に記者クラブからの質問に移りますこちらにつきましては幹事社を代表いたしまして日本経済新聞社のパク様に進行をお願いいたしますはい、司会の日本経済新聞のパクですよろしくお願いしますそれでは今回記者クラブからの質問事項はありません各社から何か質問があればお願いします 盛岡タイムスの相原と申します。先日7月29日に県の総合防災訓練が行われたと思いますが今回岩手山噴火を想定したものということで広域的な訓練が行われたかと思います。改めて市として火山防災の必要性や決意といったものがお聞きできればと思います。 はいえー、先日、盛岡広域を中心としてですねえ岩手山がまあ噴火したということを想定しての県の防災訓練が行われましたけれどもうまあ風向きでどちらの方向にですね火山灰とかですねえいろんなものが飛んでいくる可能性もあるわけですけどまああの想定している中で盛で岡広域の来るであろうというエリアについてですね私どもも えー、多摩山のですね公民館中心に特にあの、まあ、この間は8万体の方の被災された方々が避難して来られた時の対応というものを先日は対応させて、まあ、いただきました、まあ、常に備えあれば憂いなしということで、えー、ございますので、えー、これら災害等へのですね対応 今後ともしっかりやっていく確認の意味で重要な訓練であったなと思わせていただいておりますありがとうございました今回いかがですかはいどうぞ えメミリ新聞社の松本と申します。よろしくお願いします。と本日からいよいよの、うん、通常開催となる盛岡三走踊りが開幕します。の三走踊りに対して市長の受け止めをお願いいたします。はい、えー。いよいよ第46回の盛岡三走踊りがいよいよ本日開幕をするわけでありますが、8月の4日まで延べ197団体2300人がまあ参加をされる予定でございます。 和太鼓の同時演奏世界一の記録を持つ盛岡三叉踊りらしく力強く勇壮な太鼓パレードそしてまた華やかな踊りを披露していただければと思っております、まあ、4年ぶりの通常開催となるわけでありますが三叉オヘレンセ集団をはじめ楽しむ三叉和踊り加わる三叉当日練習会など 観客が参加できる企画も再開いたしますので、ぜひ一緒に楽しんでいただきたいと考えております。また、令和5年度に有効都市提携5周年を迎えます、東京都の文京区から、成沢区長ほか訪問団の方々、総勢9名が本日のパレードに参加をしていただきます。また、最終日でありますが、4日には、 昨年度に引き続きまして友好都市である沖縄県うるま市から伝統芸能エイサーの団体うるま市ぐしわ青年会も特別出演し会場を盛り上げていただくこととしております。ニューヨーヨクタイムズ市掲載の効果で国内外から 大きな注目を集めている中での開催となります。これを追い風に盛岡が誇る盛岡三叉踊りの魅力が伝わるようおもてなしの心で皆様をお迎えしたいと思っております。まあ、加えて えー、都に入港を予定でございます大型クルーズ船、この辺からもですね盛岡の散策、見学希望が、えー、出ておられるわけでございます、ちょっと人数は確定してございませんけれども、来られる予定でございますので、えー、今後につながるようなおもてなしの心で対応してまいりたいと思っております。えー、この散通り期間中大変あの天候に恵まれ、えー 大変暑い日が続きそうでございますので、まあ、熱中症等にもですね、えー、十分注意しながら対応していかなければならないと思ってますし、まだコロナの方もですね完全に収束したわけでもございませんので、その辺への注意も払いながら、楽しい4日間にしてまいれればと思っておりますありがとうございます。 えーと日経パークですがあの、多少関連なんですけれども、えー、ニューヨークに今月、えー、下旬ですか、えー、行かれるという予定だと伺ってますけれども、まあ、ちょっとそこでもさんさを、えー、ご披露されるんですよね、えーまあ、意気込みみたいなものはありますでしょうかえとまだあの人員とかですね、えー、確定はしたものではありませんが、いずれ、 ニューヨークの方で開催される予定の第3回のジャパンビレッジ夏祭りというのが企画されているわけですが、ニューヨーク市からの本市への誘客促進を図っていくということで、担当部、いろいろ詳細詰めているところでございます。まあ、その時に 盛、えー、岡の方からもミス三叉踊り三叉太鼓連による三差踊りを披露する予定とそれから、えー、一般の祭りへの一般の参加者への踊りのレクチャーを、まあ、行うというようなことも企画しているようですし、えー、それから えー、踊りの上手な方を選出する三差、えー、踊りコンテストも、まあ、実施すると伺っております、えー、さらにこのニューヨークでは初めてとなると思いますけれどもワンコスワ大会を、まあ、開催をしようという企画が、まあ、あるうようで、えー、ございます、まあ、今後日程、人員とこれからですねいろいろ担当部の方で詰めていくことになろうかと思いますけれども ぜひですね世界に発信をしていただいたニューヨークでございますけれどもそちらの方に行って無料化の魅力をさらにですね伝えるような機会につながればいいなとまあ思っているところでございます、はい、ありがとうございます関連で何かありますか <laughs>、えー、その他ありますでしょうか 株式投資者の土屋と申します。よろしくお願いいたします。あの先日あの岩手県にあの盛岡市として要望をいくつか行ったと思うんですけれども、その際あの多数知事が直接受け取るのが1期目以降十数年ぶりのようでして、あの実際にやり取りを直接されてですね、所感とあと実要望実現に向けた期待感などあればお聞かせください。はい。まああの先日。 無化の地方振興局のほうのです、ねえー、中で知事出席をされてのです、ね、要望活動という設定をしていただいたところでございますが、まあ、あの市とすればさまざま道路整備関係も含めてです、ね、要望させていただきましたけれども、まあ、特にそこの中で申し上げましたのは 北上川バレー構想というのを我々の方も提言もいたしましてですね内陸部、特に盛岡周辺へのですね企業誘致関係これらについて促進型環境整備を含めてですね県の方としてもしっかりした対応をお願いしたいということを申し上げたところでございます。でももに様々市としても 将来構想を持って進めておるものでございますのでやはり県の方がしっかりその辺を受け止めてですね対応していただく、まあ、国の方にはさまざま要望してございますけれども県の方がやはりその辺しっかり受け止めてですね、えー、補調を合わせていただくことがスピード感を持ったこれからの事業展開につながるだろうと、まあ、期待をしてますのでその辺について申し上げさせていただいたところでもございます。あの知事が直接受け取るっていうこと はやはりその市にとっても大きいものでしょうか、あとそれが一つと、あともう1点あの、知事が受け取ったことに対してです、ねあの、知事にそ批判的な見方をする方からあの、選挙前のパフォーマンスなんじゃないかという声なんかもあるようなんですけれども、そういったその言説に関しての受け止めなどもあれば、お聞かせください、まあ、いろんな方々おられると思いますけれども、まあ、いずれ、市とすればです、ね、最終的には知事のところに上がっていく段階、進行局それから県の 各部経由して、知事の方とか、知事の方にですね段階的に上がっていくものを直接、その中間をこう省略して、ですね直接渡せるということで、省力化にもなっていることでもありますので、よろしいんじゃないかなと思っていますよろしいですか。 他にありますでしょうか？質問なってあどうぞ。岩手日報の向井いです。よろしくお願いします。あ、本人、昨日最後の定例会見になると思うんですが、あのまあ、令和元年の9月あの5期目スタートの時に市長あの記録を見ると、あの新しい時代に向け、東北をリードする盛岡市である。 ようちさらに力強く踏み出したいという、まあ、5期目の抱負を述べられていたんですけれども改めて、まあ、この本人気を振り返ってということでお話をいただきたいと思います。はい、まあ、あ,あの、うん 一期、二期が財政改革、という行財政改革ということで財政状況が厳しかったので、その辺のまの立て直しをしっかりやるということでしたし、3期目に入って、今度は東日本大震災への対応とか、ですねいろいろ取り組みをしてまいったわけですが、5期目の段階に入って、バスセンターだとか、いろんなですね部分が具体的に動き出していく、そういう時期を迎えて。 いたと思っておりますのでそれらを着実にですね前に進めていくそういう強い気持ちを持ってですね望ましていただいたご期目であったなとは思っておりますまだまだ課題山積しておりますけれどもやはり将来世代により形を作っていくということそのことを常に 心がけて対応させていただいておりますで時代の流れというものもしっかり見通しを立てながらです、ね、それらに備えていくということその時を決意させていただいたものだと思っておりますありがとうございます他いかがですか、えー、質問なければ以上で記者クラブからの質問は終了しますありがとうございました、はい 様大変ありがとうございました、えー、以上で、えー、本日の市長定例記者会見を終了いたしますどうもありがとうございました